どうもこんばんは、エネムです。今回は東京グールの主人公金木健についての考察解説をしていきます。以前投稿した隻眼の王の解説および有馬記章の解説の内容も含みますので、そちらも合わせてご覧ください。メガネ、すべての始まり。東京グール第1話、悲劇の冒頭。アンテイクで談笑する金木と秀。金木が思いを寄せているリゼを初めて見た秀は、ありゃメガネ取ったら化けるぞとつぶやきます。そして第1話の後半、デートの帰りに金木に噛みついたリゼは、左手でメガネを外しながらカグネを発言させ、自分がグールであることを金木に暴露します。ヒデが言ったありゃメガネ取ったら化けるぞというセリフの通り、リゼはメガネを取りながらグールの姿に変貌してしまいました。リュウ、東京グール第1話冒頭。アンテイクで談笑する金木とヒデはお互いに自分が想像するグールの姿を紙に書いて見せ合います。この時金木が紙に書いたグールの姿が、後の東京グール RE145 話にて金木自身が変貌してしまう竜の姿にそっくりそのまま反映されています。カグネの形は想像力。東京グール RE43 話でカナエを自身の異様なカグネで貫いた絵とはそう語ります。読書が好きで想像力豊かな金木は、第1話の段階で物語のクライマックスで怪物へと変貌してしまう自身の姿を書き出してしまっていました。誕生日、金木健と有馬記章は誕生日が同じ12月20日であること、そして有馬は初代隻眼の王であり、金木健は後の隻眼の王という共通点があります。誕生日の12月20日を漢字に変換してみましょう。10と2、2と10ではそれぞれ合体させてみましょう。合体させると漢字の王が2つ出来上がりました。そう、金木と有馬の誕生日である12月20日の意味は王が2つ、つまり隻眼の王有馬と後の隻眼の王である金木を暗示していたということになります。死亡フラグ、物語の大事な場面で登場する14という数字、この数字には様々な意味が存在します。まず14は敗北の数字、つまり死亡フラグであること。無印東京グールのフクロウ討伐作戦ではルート V14 で有馬に敗北、東京グール RE では E14 で十三と半兵衛に敗北しています。14という数字イコール死亡フラグという元ネタはゲームブックから来ています。ゲームブックは読んで字のごとく、読者の選択によってストーリーの展開と結末が変わるように作られ、ゲームとして遊ばれることを目的としている本です。ゲームブックを遊ぶ中で項目14へ進んでしまうと、必ず主人公は死亡する展開になります。東京グール RE143 話で金木が14へ行けかと意味深な発言をし、それを聞いたミザがクエスチョンマークを浮かべていました。これは金木だけがゲームブック14の死亡フラグを理解しており、ミザは知らなかったためでしょう。そしてその直後、金木の次は超えてやるという発言は死亡フラグとはまた別の意味を含めています。まずフクロウ討伐作戦で金木は地下ルート V14 にて有馬記章と戦いました。 V14 の V はボリュームという単語を指しており、ボリュームの意味は巻、漫画でいうところの第何巻などに用いられます。つまり V14 はボリューム14、14巻という意味です。有馬が発言した君はこれ以上進めないというセリフは、君は14巻以上進めないという意味であり、ルート V14 の戦闘で敗北した金木は、フクロウ討伐作戦が描かれた東京グール単行本14巻以上物語を進めることができず、東京グールは完結となってしまいました。そして後の東京グール RE143 話で14へ行けの死亡フラグを悟った金木が発言した次は超えてやるというセリフ、このセリフは東京グール RE 単行本13巻でのセリフです。このセリフの意味は無印東京グールで有馬記章によって阻まれ、超えられなかった V14 単行本14巻を次は超えてやるという意味になります。
ちなみに作者である石田水先生は原作完結当時のインタビューで、本当は東京グールのラストを台無しにする予定だったと語っていたことから、もしかすると東京グール RE も無印東京グールと同じく14巻での完結を予定していたのかもしれません。ここまでをまとめると、金木が14へ行くと必ず敗北してしまうのはゲームブックの死亡フラグ14へ行けが元ネタであり、東京グールが14巻で完結しているのはルート V14 単行本14巻で有馬気象に敗北したのが原因となります。 RE 東京グール第2部タイトル東京グール RE の RE の意味は丸太語で王を意味すると作中で明かされました。そしてもう一つ、 RE の前に置かれたコロンの記号は片方だけが赤く染まっています。このコロンは両目を表しており、片方だけが赤いのは片方だけが角眼、つまり赤眼のグールを表しているコロンとなります。つまり東京グール RE は東京グール赤眼の王というタイトルになります。またキーボードの R と E キーを見てみましょう。日本語表記部分が R がス、E がイであることから、キーボードで RE を入力するとスイとなり、原作者石田水先生の名前が浮かび上がります。数字、東京グール13巻126話、渋谷109フォーラムビジョンに映し出された20区封鎖のニュースを見る金木、アンテイクを対象に開始されたフクロウ討伐作戦のニュースを見て絶望の表情を浮かべる金木の服の襟に数字の12が現れ、そしてその次のページには人混みの中立ち尽くす金木の後ろ姿にひらがなで死ねの文字が浮かび上がっています。数字の12はタロットカードで吊るされた男を意味しており、正位置で自己犠牲、試練、使命感、奉仕、逆位置で徒労、痩せ我慢、自暴自棄、投げやりを意味しています。今回は正位置ですね。吊るされた男は死刑囚という意味も含まれており、14巻で死亡してしまう金木の今後を暗示していました。また東京グール7巻63話のラスト、ヤモリの拷問を受ける金木が僕はグールだと自分はグールだと自覚するシーン、精神世界のリゼを喰らい血まみれになった金木の両腕に数字の12が浮かび上がっていました。ということで、今回は東京グールシリーズの主人公金木健についての解説でした。いかがでしたでしょうか。主人公なだけあって金木に関しての伏線や小ネタはかなり多かったので、今回は重要なやつを個人的にピックアップして紹介しました。過去に投稿した考察解説動画の中でも紹介していますので、よければそちらも合わせてご覧ください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。